はい、おはよう。オッケー、さあ行こう。スクワット31、2。シェッ。俺しかやってへん。お、いや、俺別にやる必要ないの、ロック。あれ見てるんですか？出ていただけるんですか？これとか載せて、はい、いや、取られんねや、みたいな、はいはいはい、なったらね、はい、そういう人来ないじゃないですか。はい、それが心配なんですよ。あ、なるほど、なるほど。いいトレーニングさせていただきました。多分嘘です。いや、はい、地獄でした。地獄だったね、はい、何が？まあちょっとそれはあんま言ったらダメなんですけど、あのあれか、あつしくんの LINE、はい、タワマン住むぞ、住みましょう。これすごいですね。すごいね。今タワマンの1階のスーパーに来てます。スーパー住むぞ。スーパーには住めないです。うわ、めっちゃかっこいい。かっこいいっすね、こんな名前のところね。でかっ。俺のいとこぐらい背高い。そんなでかいっすね。めっちゃでかいよ、俺のいとこ。うん、うわ、引退したらこういう生活が待ってんだぜ。素晴らしいっすね。3回まで行きましょう、まず。地道に。こんなおふざけ。あ、40。一番上やん。押せない。どうしたらいいですか。いや、お店は、じゃあ、今日は不動産屋さんの朝のミーティングに参加させてもらって、いろんなノウハウとか社長の考え方であったりディスカッション的なことをやってきました。まあ、今はとにかく人に会って分からないところはもう飛び込んでいって自分で選択していけたらなって思ってます。今日、学んだことはやってから戦略、まず戦略立ててやるっていうよりかは、まずはやって何か問題が起きたら修正していくっていうスタイルの方が、物事早く進むっていうことみたいなので、真似していこうと思います。あとはやらないことを決める、スピード感持って何事も今できることを次の日に先延ばししないとか、まあそういう割と、サッカー選手をやってたら、当たり前なことというか、まあ共通点はあるなって思います。ただそれをまあやるかやらないかっていう話、あとはもう自分で経験して、修正していけたらなっていうのと、まあ大失敗しないように引き戻せるような、いきなり何千万も投資するとか、なんか何かにこう初期費用をかけるとかっていうんじゃなくて、まず小さく始めてみて、でだんだん大きく広げていくっていう風なやり方をするみたいです。なので真似していこうと思います。お客さんに合わせすぎない、お客さんがまあ例えば腹筋を鍛えたいとか二の腕の脂肪を落としたいとか、そういう悩みできた時に、お客さんの知らないことであったり、もっと効率のいい方法みたいなのを一旦提案してみる、それをまあ自信持って、納得させる説明ができたら、そういうお客さんもってなるみたいなんです。なんでそういうのもできるように、やっていきたい。今日初めて、聞いたのがディスク理論で、これは、人間は D タイプ、 I タイプ、 S タイプ、 C タイプってあって、で僕はD タイプでした。で、気になる人はググってもらって、自分が何タイプかっていうのを調べてみてください。結構面白かったです。まあ今日はこんなもんですね。あ、そうや。オンラインサロンを、26日に始めることになります。まだまだ、どんな感じっていうのは
やりながらちょっと考えていきたいと思うので、皆さんで一緒に考えていくような、何か作り上げていくような誰か困ってる人がいたら、そういう悩みにこうみんなで解決していくようなオンラインサロンにしたいと思ってます。ぜひ興味のある方、オンラインサロンにも、入ってきてください。よろしくお願いします。これ最近飲み始めたハゲ治療の、薬になります。木村敦さんにおすすめされて今から飲んどいた方がいいよって言われて、飲み始めてます。まだ効果はわからないですけど、2週間後ぐらいに、副作用で髪の毛が抜けることがあるみたいなんで、もし僕がハゲになってたら、あ、これのせいなんだなって思っててください。でもその後フサフサになるんで、まあ僕のことをちょっとファンでいてくれてる方はそこのところちょっとびっくりするかもしれないですけど、もし2週間後僕がハゲになってたら、あ、そういうことなんだなって思っててください。それでは皆さん、 See you next。 今日も最高の一日にしよう。3時間もかまってるやんっていう話でも、そのそっちのようわからんモードに3時間こっちは構わされて、もう始めちゃってるやん、ケンタ。なんで？もう始めちゃってるやん、ケンタ。あの、何の話なんやろ。確かに。あー、あかんわ。もっと高く、8、あ、ずる、9、10、まだいける、11、フォーム。釣れるってば。はい。なるってこれは。やばいもう。顔上げな。顎を上げるな。オッケー。ちょっとゾウ食えるわ、これだけは。左腕です。右じゃなく左です。左腕です、はい、右まだいないので募集中です。できれば女性の方。です。疲労がピークや。疲労がです。ケツが結構痛いわ。ケツが結構さっす。噛み合ったっす。ごちゃん。見せていいんか。あ、いいっすよ。ちょっと見せた方がいいんじゃん。どれでやってますみたいな。どれでいきます？一番かっこいいやつにして。まあ、Jリーガーに対して、Jリーガーってチームで、まあ、映像とか見るけど、個人にフォーカスした、まあ、ミーティングとかってないんで、はいはい、まあ、そういうのは自分を客観視できずに、まあ、いて、ちょっとまあ、それが合わなかったりとかっていうのがあるから、まあ、そういうのを合わせていくとか、まあ、自分を見つめ直して改善していくっていう部分で振り返りの時間作るっていうので、はいはいはい、映像分析システムみたいなのを、まあ、サービス化してやってって、うん、まあ、ヒアリングして、まあ、話してどういう特徴があって、はい、どういうのが自分の力になっててどこは弱いみたいな、そういうパワーバランスが見て、じゃあどういうところを見ていきましょうみたいな話をして、はい、じゃあそれをもとに試合を映像分析して、まあ、こっちで映像編集して作成した映像を、まあ、見ながらディスカッションして、こういう時はこうだよねっていうような話し合いをしていって、うん、振り返りの時間を作るみたいな、はい、で、まあ、必要だったらそのトレーニングで改善しなきゃいけないし、お近いっていうところぐらいですかね、喋れるのは。そうだね、まあ、まだまだあんねんけどな、はい、まだまだいっぱいあるけどちょっと隠しましょう。まだまだ業とかな、そういうのもあるからな。あのあれっすね、あの何でしたっけ、マンション借りて、オイルマッサージ、オイルマッサージ、免税して、免税して経営したりとか、いや絶対しないです、絶対しないです。
え、これ YouTube？ はい、YouTube ですね。あの J リーガーらしからぬ、はい、すごいぶっ飛んだ YouTube ね。深見さんの言う通りにしてます。いや、それはやばいよ。深見さんの言う通りにこうやれって言われたことをそのまま YouTube でやってるみたいな。俺はもうちょっと30歩ぐらい後ろから見てるやってるなって見てるだけだから。あ、俺が教えたことやってんなって。あ、いや違う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 。ちょっと急いでみて。はい、またまたよろしくお願いします。また、はい。